はい、こちらの方にですね、ご登録いただいているお客様の方に、そういったその配信メールの方を送りさせていただいてるんですよ。登録とやっていったら、登録完了がついて、お支払いくださいって出て、はい、これどうすりゃいいですかね。これね、今見たらね、これやったのがおとといだったかな。支払い期限が11月24日になってて、今日は25日だからもう期限過ぎちゃったね。はい、まず ID 番号の方わかりますか？お客様登録 ID 17、ですね。はい。はい。そうですね。11月の22日の、夕方の16時52分の方に、お客様の、携帯端末の方の機種の、ソニーの SOL21 という端末の方から、当サイトの方にご登録の方をいただいておりまして、はいはい。今、こちらのご請求の方がですね、うん、お客様のこの端末の方のご、ご名義の方に行ってると思うんですが、はい。はい、で、こちらの方は、まだご生産の方がお勧めではないんですが、はい。もし払うとしたらいくらですか？通常ですね、うちの方が登録をされてから3日間が、99,800円でご請求の方をさせていただいてるんですね。はい。でこれが3日を過ぎてしまうと、このキャンペーン期間というものが終わりまして、うん、今この25万円のご請求金額の方に切り替わってしまってるんですね。ああ、そうですか。はい。で、こちらの方のまあご生産の方をいただきましてですね、はい。例えば、今現在お客様のこの、ソニーのですね、SOL21 という、端末の方ですね、機種の方から、当サイトの方が、サービス内容の方がですね、180日間アダルト動画を見放題というコースの方で、コースの方でまあご提供の方させていただいておりまして、そんなに見放題って意味だけど。はい。まず、あれですね、ご登録の方をいただきますと、この、サービスの方は開始するんですね。で、来年の。登録はしなくてもいいです。そうしましたら大会をご希望されるってことでもよろしいですか？はい、大会。はい。で、そうしますと、一応この、料金が未納の段階ではですね、こちらの方の、その大会の方の受理の方ができませんので。料金が払えないから大会になるんじゃないの？いや、これは通常、大会するのにお金を払うんですか？まず、はい、うちのサイトの方はですね、はい、何回このアダルト動画の方の閲覧をされたから、これだけのご料金をお支払いくださいというサイトではないんですよ。そんなアダルト動画なんか見てないですよ。まだ何も見てないですよ。で、そのうちのサイトの方は、その先ほども申し上げましたように、登録をするとですね、180日間お客様の方でいつでも携帯端末の方から見放題ですよっていうものがですね、サービスの方のご提供なんですね。そんなに？これは、はい、登録の方をしますと、こちらのご料金の方が発生しまして、はい、で、このコースというものに関してはですね、はい、使う、使わないに関わらず、この一つのコースの方にご入会されますと、こちらのご料金のご請求というものが、はい、端末のご名義の方に行ってしまうんですね。例えば、お客様の方で、何かしらそういったそのご事情で、今までじゃあご連絡ができなくてですね、で、じゃあこのキャンペーン期間での、料金を、ご提供させていただきたいというふうなことなんであれば、はい、この99,800円ですね。はい、この25万円じゃなくても、99,800円で、ご利用及びその、大会手続きですね。いや、そんな長く見せてくれなくてもいいです。一回ちょろっと見て、よかったら、と思ってたけど、何も見てないうちに、99,800円とか、ちょっと驚きですね。びっくりしちゃってね。はい。こちらの方は、そういうふうに、コースの方で、ね、ご提供。払えばいいのね。はい、そうですね。で、まず、こちらの方のサイトの方の運営会社の方でですね。運営会社？なんて名前？はい。リアライズ株式会社です。リアライズ株式会社。はい。リアライズ株式会社。
はい、ちょっと待って、これが調べてみるよ、こちらの、はい、リアライズ株式会社ね。はい、うん、こんなとこねえぞ。株式会社どこですか、まあ、それは会社はどこですか。会社の方ですか。はい、会社の方は東京都の港区、はい、港区南青山、はい、4丁目1番7号の橋本ビルの1階になります。橋本ビル、はい、わかりました。ちなみにその会社の方はどちらでお調べの方はされてますか。はい、あ、ネットで調べてますけど。あ、そのネットの方にはそのホームページの方の、あの記載の方はないんですね。なんでないの。なんでないのというのは、株式会社から出てきてもいいはずだけど。いや、こういうそのインターネット上での、はい、まあ、こういうサイトの方の運営のものに関してはですね、はい、あくまでこれはインターネット上のものになりますんで、はい、その、リアルな、インターネット上で調べれば出てくるはずでしょ。うん、その全ての会社がホームページを作ってるわけじゃないんですね。あ、じゃあいいや。直接会社まで行きますわ。会社の方にですか。はい。これはいろいろ話を聞いて、はい、お払いします。まずですね、はい、その会社の方に来られましても、はい、これ、あくまでその、インターネット上でのこのお仕事になりますんで、でもね、お金を払うというのはリアルでしょ、はい、インターネット上じゃないですね。で、直接現金持って行きますので。現金の方を持ってこられてもですね、はい、これはあくまでその銀行とこのシステム内、当サイトのシステム内が、はい、連携しておりまして、で、銀行の方にご入金がありますと、このシステム内にですね、この会員番号の方からご入金の方がありましたというふうに反映されるんですね。いや、それ調べなきゃそれはわからないはずですよ。自動的にそちらに送ることはないと思いますよ。自動的にというのは、ネット上でね、お宅にその、はい、誰々から振り込みがありましたというのはいかないはずだけど。いや、それが、まずこちらの経理部ないよ。いや、こちらのですね、はい、経理部の方から振り込みのですね、ご入金確認の方を取りまして、うん、経理部に直接現金で払いに行きますから。ですから、その現金で払いに行きますからというのが、はい、通常お支払い方法に関しては銀行振り込みになるんですね。いや、いつもニコニコ現金払いでやっとるから、やっぱ本当にその会社があるかどうかも見たいし、あ、それでしたら、はい、うちの方がですね、はい、このサイトの方の運営の方をする際に必要な許可の方で、はい、映像送信型性風俗特殊営業という許可の方をですね、はい、東京都の公安委員会の方で取得しておりまして、はい、公安委員会関係ないでしょう、それ。金払う払わないっていうのは。公安委員会なんて全然関係ないよ。うん、関係ないというのが、うん、経理の話でしょ。その会社が、経理の話ですから、現金払うか払わないですから、その会社があるかどうかという確認をされたいということですよね。はい。はい。そうしましたら、はい、まあ、公安委員会の方でも確認の方はできますし。公安委員会じゃなくて、リアルに行きゃいいでしょ。ですから、来られてもその、ご対応できないんですよ。お答えしてなくていい。金を受け取ってくれればいいです。金を受け取ればいいでしょ。ですから、その現金での受け取りってのはできないんですね。これあくまで、このまず、すべてこの公安委員会の方で、公安委員会関係ないでしょ。映像送信型政府特殊営業というですね、許可の方を取る際に、これお支払い方法に関しましては、必ず銀行振込というふうなことで定められてるんですね。嘘こけ。そんなね、そんな規則は、ないはずだよ、そんな。あくまで、これは、はい、インターネット上の契約になりますんで、はい、それに関してお客様とお会いして、ご料金の方のご請求できるわけじゃないんですよ。インターネット上の契約が成立してるかどうかというのも見たいし、何の証拠もないでしょ。私がサインしましたか、印鑑をしましたか、契約書に。いや、それはどういう仕掛けでなってるのか知らないけども。あくまで、その契約書の方でご契約をする場合のお話ですよね。はい。こちらの方に関しましては、契約なんかしてないので、まずですね、まずお客様の方で電子消費者契約法というですね、はい、インターネット上でのこの契約方法を調べていただきたいんですよ。あ、調べてます、知ってます、よく知ってます。
これ、ね、契約成立してません。これお調べいただいてるんでしたら分かると思うんですよね。絶対に契約は成立していません。契約が成立していないんであれば、はい、逆にこういったその ID 番号の方も発行されておりませんし、 ID 番号なんか誰でも発行できるでしょう。情報の方も流れてきてないんですよ。だからそれをね、しっかり確認するために会社まで行きますと言ってるんですよ。納得したら現金で払いますから。ちゃんとそのお話を聞いていただきたいんですけども、はい、そのまずその会社がじゃ あるかどうかという確認に関しましては、法務局の方で登記簿でも取ってください。何、法務局に行かないと何、会社を確認できないの？まずですね、会社の方に来られても、はい、お客様の方のご対応ができないんですよ。私が担当の作物を取れるんですが、お客様、家の前に、はい？お客様ですよ。ですから、これインターネット上のものになりますんで、はいはいはい、お客様とお会いしてお話をするわけじゃないんですね。でも現金はインターネット上でないと、会社の前に来られて、じゃあ会社の前に来ましたというふうにご連絡されても、いや、お客様、今、ご自分の方が置かれている立場っていうの分かりますか？分かります。お客様です。お客様に対しての、まず、うちの方のサイトに登録をされて、ご料金が発生してるんですよ。はい。お客様です。いや、お客様ですが、はい、あくまでこちらの方も、インターネット上での、ご提供になりますんで。そうですね。お客様登録 ID っていうのがあるから、私のお客様ですね。お客様が現金で支払いに行くと言ってるんだから、それなりの対応をしなさいよ。現金で受け取ることはできませんからという話をしてるんですね。いや、受け取りなさいよ。何言ってんですか。現金以外では払いません。それでしたらこちらの方から、はい、そういうふうな請求書の方だとか、はい、内容証明の方をご自宅の方にお送りしますから。自宅なんかわかるの？お客様のですね、はい、これご登録の方された時点で、はい、携帯電話の SIM カードの固定番号という電波を、はい、お客様の方の携帯電話の方からこちらのシステムの方に流してるんですね。はい、それは知ってますよ。この SIM カードの固定番号の方に、はいはい、お客様の携帯電話の方ご契約の方された際にご記入されております、はい、お名前やご住所、あとはこういう端末の機種名の方が含まれておりまして、はい、これを携帯会社の方に情報開示依頼というものをですね、はい、弁護士の方から出しますと、はい、こういったお名前やご住所の方が特定できるんですね。できますね。はい。で、それでこちらの方からその確認処理ですね、はい、内容証明と請求書の方をお送りしますので、その請求書の方に書いております振込口座の方にご入金の方をいただけますか？いや、直接請求書をね、郵便で送ってください。私それ現金持って直接支払いに行きます。請求書を家まで郵便で送ってください。すいません、現金では受け取ることができないんですよ。受け取りなさい。受け取れないからそういうふうなお話をしてるんですね。私は現金でしか支払いたくないので。それでしたら現金から、はい、はい、郵便局でも銀行の方からですね、現金振り込みでお支払いください。相手の会社を確かめながら現金でお支払いしたいということです。それでしたらそのお調べしたいんでしたら、ですから法務局の方に行っていただいて、はい、法務局関係ないよ。いや、ですから、その会社があるかどうかというものを調べたいんですね。だからさっき言ったら、あなた住所教えてくれたじゃん。そこ行けばいいんでしょ。来られても構わないですけども、はい、行きます。そのご対応の方はできないですよ。対応しなさい。お客様はね、あくまでその会社の方針ですから。受け取れと言ってるのに、対応できないっていうのはおかしいよ。お客様のように、はい、そのおっしゃる方っていうのもそのいないんですよね。このインターネット上で全てこういうふうに銀行振り込みだとかのご説明とかをしてですね、詐欺師は自分の顔を見られたくないから来てもらっちゃ困るんでしょ。詐欺師ですか？はい、違ったっけ。お客様がその詐欺というふうに思われてるってことですか？そうですね。はい、そうしましたらまずですね、はい、うちの方が詐欺かどうかという確認を取っていただくために、はい、はい、公安委員会の方で許可の方を取っていただきまして、関係あります、はいはいはい、関係あります、はいはいはい、詐欺でしたら公安委員会の方に許可の方は取りませんので。いや、許可なんか取ってねえもん。ですから、その許可の方を取っておりますから確認の方をしてくださいよ。許可取ったとかさ、株式会社とか言ってもね、全然そんなの嘘発覚だからね。詐欺師はね、言いたい放題ですよ。お客様、何をおっしゃってるんですか？ん？正解。いたずらですか、これは？はい。いたずらの電話ですかね？はい。いたずらの電話ですか？はい。じゃあ、それでしたらお電話切りますよ。いや、切っちゃダメ。もっと遊んで。ねえ、
その、もっと遊んでというのが、うちの方は詐欺会社じゃないんですね。詐欺会社だって絶対、ほら、自分では言わんだろうね。うちは株式会社だ。公安が許可してるとか言って。うん。例えばね、私がね、これお金払いませんって言ったらどうするの？うん、ですからその弁護士さんの方に内容証明と請求書の方を作成してもらいます。うん、作成してどうするの？それから、うん、簡易裁判所の方でですね、口頭弁論というものを行っていただいて、懲罰基礎制度というものを適用させていただきますから。はい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 、楽しみに待ってるわ。よろしいですか？うん、絶対来ないと思う。詐欺師だから絶対来ないと思う。まあその詐欺師かどうかというのをお客様の方で確認いただければよろしいと思うんですね。うん、今までもね、他のところも全部やってきたけどね、散々踏み倒しまくってきたけど、今まで一度もそんな裁判所から来たことなんか一度もないですよ。お宅で一緒。いや、ですからもうその、結局じゃあそれお送りしますし、楽しみに待ってる。詐欺かどうかという確認を取っていただきたいんであれば。それは詐欺の証拠。絶対来ない。お客様これ電話代もったいないですよ。あ、そうだ、電話で俺が払ってるんだ。しまった。もったいないね。ええ。うん。まあいいや、遊びだから。お客さん、お仕事されてるんですか？はい。今この時間帯のお仕事じゃないんですか？あ、仕事中です。あ、仕事中にこういう電話されてるんですか？はい。あ、そうですか。はい。まずじゃあ確認取っていただけますか？詐欺かどうかという。もう確認取れました。どこで確認取ったんですか？詐欺に間違いない。他の詐欺師と全く同じ。会社に来てもらっちゃ困るような話するからさ。絶対これは詐欺です。はい。それは、アジトを知られては困るから。いや、来てくださいよ。いや、行っても多分誰もいないと思う。いや、いますよ。いますから来てください。いや。内容は多分どっかの公園かなんかで空き地になってるんじゃない？どっかの倉庫か。いや、だから来てくださいよ。は？最初の方来てくれるって言いましたよね。行かないよ、ほんの。詐欺師なんか。来てくださいよ。対応しますね。詐欺師の言うことなんか。当てにできるか。いや、本当に会社ありますから、来てくださいよ。いや、行きません。それよりも、ね、詐欺じゃないと言うんだったら、必ず裁判所からね、ちゃんと手続き取ってください。まあ、結局その詐欺じゃないんだったらというのも、うん、結局その、お客様の方で、踏み倒しますよって言ったのに、裁判の手続き取らないというのは詐欺の証拠です。そうでしょ、はい、そうでしょ。まずですね、今まで一度もそんな裁判をやったことないでしょ。いや、やったことはないですね。ね、ないでしょ。うん、そうでしょうね。詐欺だからね。やるような必要もありませんから。いや、だから脅しだけでしょ。やれないよね。まあ、できるのはできますよね。あくまでその会社ですから。お客様に対して訴訟の方を起こすことはできますよね。絶対やってくれ。こういうけしからんやつがいるんだから。いたずらやるやつがいるから。見せしめのためにもぜひやってください。ね、お願いします。裁判やとりあえず会社に来てもらいます。話しましょう、ちゃんと。だってさっき会社に行くって言ったら今でもいいような話したから、もうこれで詐欺に間違いないってことが分かったから、行かないよ、このクソ寒いのに。いや、まだ寒くありませんよ、ちゃんとダウン着れば。いやだ動きたくない。そっちから来い。お客さん来てくださいよ。住所と名前分かるって言ったんだから、そっちから来いや。いちいちね、はい、お客様のためにお金を払って携帯会社に情報を開示依頼なんか出せないですよ。なんでしなさい、さっきするって言ったじゃない。とりあえず来てくださいよ。話しましょうよ、マジで。うん、とりあえず来てください。住所調べて来てください。住所調べて来てください。とにかく郵便で請求書を送ってください。郵便で。そうしたら詐欺でないことをちょっとは訂正してやってもいいかな。訂正してやっても。だって今まで散々踏み倒してきたけど、まだ誰も一度も来ないもん。いろんなサイトで。はい。いろんなサイトで踏み倒されてるんですか。はい、もう何百件と踏み倒してきたけど。へえ。誰も来ないよ。どこもね、同じ共通するのは会社まで来てもらっちゃ困るというのね。いや、ちょっと逆にちょっと僕会ってみたいんですよ、学生と。だったら会いたいね。来てください。住所調べて来てください。いや、最初会社に来るって言ったじゃないですか。
来てくださいよ。あの時に拒否されたから行かないよ。いや、今拒否してないじゃないですか。うん、だけど詐欺師だって分かったからもう行く必要もないし。詐欺師じゃないからさ。あなたが会いたいと言うならば、あなたが来ればいいけども。証明しますから来てくださいよ。いや、うん、証明してくれ。来てくれ。証明するにはあなたが私の家まで来ること。お客様仕事してないんですか。結構年いってますよね。今仕事してる。これが仕事。どんな仕事ですか。今詐欺師の相手する。詐欺師の相手するのが。お金発生してないじゃないですか。とかね、こういうね、詐欺一般を今調べてるの。これ仕事。何の仕事ですかそれ。どっから給料出るんですかじゃあ。うん、公安というのは嘘だよ。そう言おうと思えばね、いくらでも言えるよ。公安から許可をいただいてこの仕事やってますとか言って嘘言ってね。あなたの株式会社もそうだね。あなたの株式会社もねえ、ご苦労さんでございます。まあ、とにかく来てください。あれでしょ、お客様が言われてるのは公安委員会でも許可の方を取ってないと思うし、うん、取ってないね。会社自体も存在しないというふうに思われてる。取ってないけども、私は公安から許可をいただいた株式会社でございます。だから許可の番号を教えますんで、第8701号です。知らない。そんなどうでもいいわ。そんなことどうでもいいわ。どうでもいいわっていうのが、許可は取ってますからね。会社もありますし、私も許可取ってね、ロイヤルチンコマンコ株式会社というのをやってます。ロイヤルチンコマンコ株式会社、はい、許可を取ってます。公安の。頭悪いですよね、いい年して今思いつきで言っただけ。子供みたいなこと言って。頭悪いです、はい。ね、中学生じゃないんだから。こんな頭の悪いやつにバカにされてね、悔しくないの。いや、恥ずかしくないんだ、逆に。いや、恥ずかしくない。いい年して、あなたこそ恥ずかしくないの。こんなアホにバカにされて。はい、結婚してないんですか。結婚してない、まだ童貞。あ、結婚したら、まあ、結婚できないでしょうね。はい、そうですね。うん、うん、そうなんですか。まあ、とりあえずじゃあ、いいですよね、まあ、電話切って。まあ、切ってもいいよ。もうこんなバカみたいな、俺が電話代払っとるかと思うとバカみたいだなと思って。ねえ、もったいないですよね。もったいない。もう何百円かかかってますもんね。とにかくね、ねえ、まあ、今日遊んでくれてありがとうね。とりあえず俺言っとく。本当に詐欺でないことを証明するなら、ねえ、名前と住所調べて、うちまで来てちょうだい。お話ししましょう。来て何の話するんですか。だってあなたは会おうよって言ったじゃない。昨日来てくれるんだったら話しますよ。こっちから言って別に話する内容なんかないですよね。うん、ないね。だから何の話するんですか。じゃあとりあえず話さなくてもいいから請求書を郵便で送ってください。うん、だからその送らないけど裁判やるって言ったやん。あんた裁判やるって言ったじゃない。裁判やって送らないけど。裁判やらないってことはあなたが詐欺師という証拠です、ね、一緒飲み行きます。はい、一緒に飲みに行きます。飲みに行きません。行かないですか。バカと飲んでも、バカと飲んでもまずいから。いや、バカと飲むから楽しいんじゃないですか。いや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 、あんたみたいなバカと飲んでもしょうがないから。飲み行きましょう、キャバクラでも何でも。いやです。うん、うん、ちょっと待って、まあ、とりあえずね、住所と名前調べて請求書を送ってください。まだ誰も送ってきてくれたことがないけど。ちょっと待ってください、まだ切らないでください。すいません、もうあかん。ダメ。相手してくださいよ、ちゃんと。相手しません。相手してほしかったらそっちから電話して。もう電話代もったいない。切るね。じゃあね。バイバイ。え、もしかして。